自覚、なぜ自分は神であるかということの説明をしてみたいと思います。どなたも自分が神であるという自覚を持っている人はいないのでございますね。自分が神であるということを信じきれない人は神信者ではありません。で、皆さんよく神話という言葉を書きますね。神話という意味は自分は神であると、我は神であるという意味でございますけれども、私たちは誰も人間であるとして生きているわけです。で、私たちは形を見れば確かに人間ですけれども、本源本質を見ますとどなたも神であるわけですね。で、神の他には何も存在しない、神の実が独存すると言いまして、皆さん方海神様、山神様、水の神様、いろいろの神様というけれども、自分のことを神様だという人はいないんですね。で、海神様助けてくださいというわけです。で、それは神様が神様にお祈りしているようなものなんですね。で、神様は皆さんの中に実存するわけです。しかし自分の中に神の自覚が皆さんできないわけですね。なぜ一人一人の中に神がおるかというと、神はまたきでございます。全てでございます。全ては神なんですけれども、なぜ全てが神であるかと言いますと、神の他に絶対に何もないからであると。すなわち神というのは無限生命であるわけです。この無限生命のことを無限者と言われているわけですね。で、神は無限生命そのものが無限なる神ですから、で、私たちの中に無限生命が宿っているわけですから、無限なる神がおるわけです。全ての中に神がおるわけですね。神は万物の作り主、そして作られたものの中に自らを留めていらっしゃる。だからいかなる形態にも全知全能の神は宿っているわけです。で、皆さん方の命そのものが、生命そのものが全知全能の神なんです。で、皆さん方はしかし内を見ませんので、外しか見ませんので、私は人間だという概念で生きてしまうわけですね。だから外を見るなと、内を見なさいと。内を見ればどなたもこの無限生命という無限大の神を宿しているわけです。だから全ては無限者の中にとどまって、無限者は全ての中にとどまっているわけですね。この無限生命、宇宙生命が宇宙神、無限者という神なんです。これが、生きて、生命が生きて、生命が働く、すなわち神の実が生きて、神の実が働く。皆さんの中に生きて働いているのは神であって、あなた自身じゃないんですね。だから本来は自分というのはないわけです。何が絶対実在かというと、神の実が絶対実在なんですね。神の他には何もないと。だから神は全ての全てなんですね、という意味は全ては神という意味なんです。鉱物も植物も動物もみんな神でございまして、神がさまざまな形をとって現れているだけ。我々の見ているものの実体は神なんです。だから全てに神を見ようなんです。全てに神を見ようという意味は、全てが神でなければ全てに神を見ることはできないんですね。だから本当に皆さん方は自覚というのは我神なりの自覚でなくてはならないと。しかし人間、私は人間であるという、人間だと思って生きているわけですね。正しく見てもないし、正しく思ってもないし、正しく語ってもないと、正しい生活もできていないということなんですね。で、皆さん方は、即無限生命なんです。この形態というものは、この無限の生命がなければ肉体という形態は存在してないんです。だから小さなものの中に必ず無限者が宿ってるんですね。これを無限なる神、全知全能の神ですから、それが全ての中に、皆さん一人一人の中に神を自覚していかなければなりませんけれども、じゃあ言います。自分が神